川市阿目田で住宅などを焼く火災がありました。辺りには煙や焦げ臭い匂いが充満していて、現在も消防が消火活動を続けています。消防などによりますと、午後4時過ぎ、須賀川市阿目田で土手の下草が燃えて山林に広がりそうと付近の住民から消防に通報がありました。竹の音がドッツンドッツンって鳴って、煙が上がって、それで心配で駆けつけたんですけど、ね、下草から出た火は近くの住宅と納屋合わせて6棟に燃え広がりました。これまでのところこの火事によるけが人はいないということです。火事は先ほど午後6時半過ぎに鎮圧状態となりました。